月影テラス東山三十六方、静かに眠る享楽の巷を突如騒がす剣撃の響き。ちゃんちゃんバラバラチャリンチャリン。今回は時代劇に挑戦です。時は幕末、太平の夢は今破れ、乱世激動の時代と相なった。人はなぜ時代劇や歴史劇が好きなのか。英雄豪傑の活躍にワクワクするから、過去の出来事を教訓にできるから。もちろんそれもありますが、ちょこたいな小僧め、名を名乗れ。人呼んでルルラレラロリロリのすけだ。昔の人が何を考え、どういう時にどういう行動をしたのかを語り継ぐ。それは自分たちの集合的無意識を豊かにするための人間の本能なのかもしれません。集合的無意識って何？すごく大雑把に言うと、人間はみんな心の深いところで同じ何かを共有してるって考え方だ。これは昔心理学者のユングが提唱した説で。エチゴや、お主も悪よの。説明してんだから聞けよ。世界なんだろう、タイムラインに咲き乱れるフェイク。 What is reality? 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。当たるインフォメーション、 United の Vision。 赤いレーゼ、青情に曖昧なジャッジ。ディスカッション、ジーザスカイラッシュ。無関心、ピーナッツ、拾ってる。メソゲソ、ハイウェイ。 Seek your way Inside of life。 溺れていたいでしょ、妄想はいつだってミスの味。それじゃ物足んないなら肌をさらせ。サネイキッドタイム、感情放て。確かめろ君のリアルを。サネイキッドタイム、衝動のマイセルフ。求め続ければいいんじゃない。無我夢中で叫べ、限界はないさ。その答えの先へ開け。それを確かめに来たんだ。近藤さんも間もなくここへやってくる。総司、見ろ。あなたは新選組初代局長芹沢かも。我々に切られたことを恨み迷って出たか。違うぞ総司、あいつは妖怪だ。都を自分の支配下に置くため、本物の芹沢さんにすり替わり、機会を伺っていたに違いない。今日の街は我らが守る。どう？私が書いた台本面白いでしょう。で、これを読ませてどうしようっての？演劇部の助っ人で舞台に立ってほしいのよ。俺たちがお芝居を？今年の演劇部は人が集まらなくて、部員が私一人だけなの。このままじゃコンクールに出られないのよ。クラスメイトのよしみでさ、助けてよ。マイ幕末妖怪物語、新選組対ファントム、池田屋の対決、作北島あゆみ。よくわかんないけど楽しそう。池田屋事件が題材ですか。でもこの台本、事実関係とか時代交渉とかむちゃくちゃですね。いいの、わかりやすさと楽しさを優先。いつもいつも優等生的なことやってたら進歩も発展もないわ。時には大胆に行かなきゃ。それが青春、それが若さよ。熱い人なんですね。演劇のことになるとね。でも私、お芝居なんてやったことなくて。お願い、お礼に食事おごるから。やります。この間の大猿のファントムの時、小道具と衣装貸してあげたじゃない。今度はそっちが手伝う番よ。そう言われると断りづらいわ。やろうやろう、決まり。それでは配役を発表します。新選組副長土方歳三に一条春彦、副長助勤沖田総司に泉玲奈、
局長近藤勇にルルちゃん、はーい。ファントムにさらわれる町娘に川上舞。普通私が局長じゃないの？意外性を狙ってみたのよ。もう一つ意外性で、坂本龍馬に熊枕くるみちゃん。私何もわかりません。そして暗殺拳を振るう岡田伊蔵に水瀬小糸。悪いファントム役は私、北島あゆみがやります。どうして私までこんな。人が足りないんだから手伝ってよ。可愛い子が多いと舞台も映えるしさ。まあ俺たちもフォローするからさ、手伝ってあげようよ。お兄さんがそう言うなら頑張ってみます。頼むね、くるみちゃん。いいわ、私もやる。本当？ありがとう。なんか急に態度変わったわね。今気配を感じたの。この近くにファントムがいるのかもしれない。マジ？まあ古い物質塔だしね。もしかしたらお芝居好きのファントムかも。ファントムオブジオペラ、オペラ座の怪人ならぬ演劇部の怪人ですね。正体を見極めるまで付き合うわ。凶暴なファントムだったら危険だから。俺たちのこと心配してくれてるんだ。小糸ちゃん優しい。あんたたちだけじゃ頼りないってことよ。てれてるてれてる。なんでもいいわ、出演さえしてくれれば大感謝よ。みんな本当にありがとう。仲良くやっていこうね。こんな脳なしボンクラ在庫、荷物まとめて国へ帰れ。無茶言わないでよ、まだセリフも覚えてないのに。ちょっと休憩しませんか。この場面が仕上がるまでは休みも食事もなし。もう一回最初から。私ここでしたっけ。くるみちゃんはこっちですよ。私は出番ないから見てていいんだよね。やっぱりやめとくべきだった。はあ、くたびれた。演劇部って運動部並みにきついかも。くるみちゃん、ちゃんとお家まで送っていきますからね。はい、よろしくお願いします。みんなごめんね、私ってお芝居のことになると夢中になっちゃうから。いいのいいの、大変だけど楽しいし。あんた出番なかったじゃない。実はうちの演劇部って10年連続予選落ちしてるのよ。10年？みんなよっぽど下手だったんだね。こら。だから今年こそは予選を突破したいの。先輩たちの悲願を果たしたいのよ。ま、たまにはこういうのも悪くないですよね、小糸さん。そうね。あれ。厳しくも楽しい練習は続いた。音響と照明は翔介やクラブの先輩たちが手伝ってくれることになった。みんなでお芝居にゆかりのある場所を訪ねてみたりもした。ちなみに池田屋事件とは、尊王攘夷派の浪士たちが京都に大火事を起こし、混乱に乗じて孔明天皇を奪取しようとした計画を新選組が阻止した一件。練習は順調に進み、心配されていたファントムの出現もなく、ついに演劇コンクールの日がやってきた。生きるべきか死すべきか、それが問題だ。生き続け、あがき続け、日々の生活の中に飛び交う過酷な運命の弾丸をひたすらに耐え忍ぶか、それとも自ら人生の舞台から降りて。どの学校もレベル高いですね。緊張します。私もワクワクしてる。頑張ろうね、アルブレヒト。いよいよ次ね。準備 OK ですわ。私人魚なのに鳥肌立っちゃう。しっかりな、アルヒコ。練習の成果を出せばきっとうまくいくわ。目標は地区予選突破 100%。 うんうん、 200% の力を出して頑張りましょう。お世話学院演劇部、いくぞ。おー、よーし、やるぞ。続きまして、お世話学院演劇部、演目は幕末妖怪物語、新選組対ファントム、池田屋の対決。土方さん、
噂は本当なんですか？それを確かめに来たんだ。近藤さんももうすぐここへやってくる。掃除、あれを見ろ。よし。あなたは芹沢かも。迷って出たか。違うぞ掃除、あいつは妖怪だ。都を自分の支配下に。あれ、これは何、これ、本物？どうなってるんでしょう。もしかしてファントムの仕業？やっぱり。セリフは？やつは人間に化けて都を支配しようとしていたんだ。トシ、ソージ、大丈夫か？近藤さん、北島先輩、とにかく芝居を続けよう。だこれ打ち合わせと違くない？こんな演出ありませんでしたわ。翔介くん、どうするの？いや、俺に聞かれても。今の場面、迫力あったね。本物のファントムも出てるらしいから、その力を使ってるんじゃない？うん、その手があったか。いや、斬新な演出でしたな。最近の学生演劇は手が込んできましたね。はて、様子が変ですぞ。ごめんなさい、私本当は人間じゃなくてファントムなの。10年連続で予選落ちした演劇部員の悔しさや悲しさが一つに固まってファントムになった。それが私。人間に化けて生徒に紛れ込んでたんですか？ええ、みんなの記憶を操作してずっと2年生の演劇部員のふりをしていたのよ。また台本と違ってるし。とりあえず明かりとか音とか適当に合わせましょう。では私は音楽を。私たちは照明を何とかするわ。小糸は気づいていたの？うすうすね。でも事情がわからないから様子を見ていたの。悪気はなかったのよ。でも自分がファントムだって言ったら怖がって手伝ってもらえないと思って、それで正体を隠していたの。私は演劇のために生まれ、演劇に生きるファントム。コンクールに出て10年間の悲願を果たしたい。それが、それだけが願いだったのよ。許してはもらえないわよね。いいわ、封印でも何でもしてちょうだい。舞台を続けましょう先輩。一条くん、私をまだ先輩と呼んでくれるの？ファントムでも人間でも私たちは友達よ。今日まで一緒に頑張ってきた仲間じゃないですか。私も最後までお芝居したいです。まあ、練習の成果を出さずに終わるのも尺よな。みんなで悲願を果たしましょう。ありがとう、みんな本当にありがとう。これが青春っていう混じり気のないエネルギーの美しさなんだね。あ、ストーリーはよくわかんないけどなんか素敵。私もこういうシーンに弱いの。熱演ね、演技じゃないみたい。少々ベタだがグッときますな。しかも意表ついた展開ですわ。役者が突然素に戻る一種のメタ演劇なのでしょう。まずい、まだステージの上だった。でも皆さん、これもお芝居だと思ってるみたいですよ。知らんぷりして続けましょう。いいわよね。え、もちろん。近藤さん、俺たちは手を結べるはずだぜよ。よまいことを言うな、坂本龍馬。あなたは倒幕派の大物、我々とは敵同士です。あんたらが使える会津くんは幕府
クマ何なのかしら。無駄じゃ龍馬、所詮俺たちと新選組は水と油、土佐勤王と岡田伊蔵。近藤、起きた、抜け。望むところだ、やっちゃるわ。新選組副長除菌、起きた掃除。待つんだ近藤さん、掃除。俺たちは騙されていたんだ。どういうことだトシちゃん。砂漠派を暗殺していたのも、倒幕派を襲っていたのも、実は妖怪だったんだ。お互いを争わせ、その隙をついて奴らが天下を支配する計画だ。なんだって。さすがは土方、よくぞ我が計略を見破った。お前はこないだやっつけた妖怪、生きていたのか。妖怪ではない、我々はファントム。間もなくこの町は火の海になる。そうすれば天下は我々のものだ。トゥン、うん、飛んだ、ファイヤーアクション。また怖くなってる。周りもおかしいですよ。北島先輩の力だが、気合が入りすぎるとファントムの力が周りに影響を及ぼすよね。気にせず続けよう。ファントム、お前たちの好きにはさせない。そうだそうだ。これを見よ。お助け。ああ、新選組のまかないをしてくれているお前ちゃんが人質に。私、こないだの猿の時からこんなのばっか。おのれファントム、おなごをかどわかずとは卑怯ぜよ。なんとでも言うがいいわ、カンラカラカラ。あれ、客席の人たちまで。ほんまに今夜は賑やかだっすね。年に一度の祇園祭りどすものな。夏月が美しゅうござる。夏は夜、月の頃はさらなりどすえ。いや、みやびでござる。こんなええ加減な京都弁でかなしまへんのどすかな。お相撲さんはどすこいどす。トシちゃん、ばあちゃん、追いかけよう。はい、伊蔵さん、俺たちも行くぜよ。今宵は祇園祭りで人が多い、急がないと被害が大きくなる。先輩たち、どこ行ったんだ。こんなに広いと探しようが。落ち着くのよ、状況は台本の通りに動いているはずだわ。そうか、お姉さんたちは池田屋さんにいる予定ですね。あった、目の前。さすが北島先輩の台本、スピーディーで分かりやすい展開だ。新選組だ、御用改めである。坂本龍馬と岡田伊蔵もいるぜよ。新選組。翔介さん、翔ちゃんがお店の人なんだ。お芝居を続けて、この劇が終わればみんな元に戻ると思う。大変だ、みんな逃げろ。新選組だ。ショウスケ、ごめん。やられた。うわわわ、ごめんなさい、ショウスケさん。新選組水産、土方さん、助けて。お前ちゃん、おのれ新選組、よくぞここを突き止めた。だが勝負はこれからだ。くわくわれ。お前ちゃん、以前お尋ね菊石文字参る。
しまった。五行万象を発祥し、粋なる力が化を沈む陣の水気で拳を満たさん。アントン、正義の刃を受けてみよう。これで勝ったと思うな、土方。我らの仲間がいずれ必ず新選組を壊滅させるだろう。楽しみに待っている。終わった。やったな、土方さん。ありがとう、坂本さん。日本の夜明けは近い。元に戻った。脳なし大根ボンクラ、そんなんで全国に行けると思ってんのか。ちょっと待ってよ、手伝うのは地区予選だけのはずでしょ。こうなったらこのメンバーで全国を目指すわ。学校にも許可を取ったし、夏休みも返上よ。そんな、やっぱり封印しとけばよかった。私は楽しいからオッケー。もう一回、今の場面最初から。新しい私でどんな時も向き合いたい。みんなで笑顔になれ。好きなことができて